今はどう、今スパーリングって誰とやってるの。でも本当いろんな選手と自分もやってて、もちろん世界チャンピオンクラスもやってるし、ね、井上チャンプもやってるし、うんうん、ちょっと前伊藤正幸選手とか岩佐選手とか、はいはい、割と結構有名な選手ともやらせてもらって、みたいな。やっぱり井上がもう強い、うん、階級下っていうのが感じられないですよね。自分より2階級下なんだっていう感覚じゃないですか、うんうん、なんかでも普段結構井上、まあ、でかいですけど、ね、体重ね60ちょっとあるでしょ。そうですね、がっちりしてるもんね、はい、だからまあそれも思うんですけど、とは言っても何キロぐらい、自分60、今6。ああ、やっぱそれがあるんだ、なんか。ありますね。いや、結構、だからフェザーが今結構ギリギリというか。じゃあ、そのうちスーパーフェザーとかでも。はい、うん、もうちょっとフェザーで、なんとか頑張って。はいはい。まあ、フェザーも今、次、次戦決まってて。次は誰と？前田純喜って、関西の10戦10勝で、まだ無敗のホープなんですけど。アマチュア出身の。それは日本拳法なんですよ。あ、そうなんだ。日本拳法結構強い人、小川君もそうだし、うまいよね、日本拳法の人、みんな間合いの取り方が、そうなんですよ、ね、なんか左もすごい伸びるし、小川君もすごい、やっぱストレートパンチャーが、ね、前、本当にうまいよね、やっぱね、うん、小川さんとも昔、スパーやらせてもらって、本当、右ストレートめちゃくちゃ強い、強くて速くて、だからまあ、本当、日本拳法ならではの、あのなんか独特な構えからスコーンみたいなそのキレはあるんで、まあ油断はできないですけど、まあでもまだ10戦しかしてないですよ、その前田純喜、はいはい、じゃあそれ勝って、それは防衛戦でしょ。それは防衛戦になります、日本と WB アジア、ああアジアの、日本とアジアか、防衛戦やって、まあでもね、世界戦行くにはやっぱ世界ランカーね、やっていかないといけないから。今世界ランキングは今 IBF が5位のWBC が9位と WBO が12位。おお、じゃあチャンスがあれば結構ね、うまい、うまい話が来れば。今 IBF の方がちょっと話が結構そうやって来てて、まだその正式な話とかじゃないですけど、はいはい、今 IBF のチャンピオンがジョシュ・ウォリントンっていうのがチャンピオンで行って、それが一応予定だと12月に防衛戦をやるって話で、それが終わると今度1位決定、挑戦者決定戦の話がなんか来るであろうっていう話で、もし5位で次戦の防衛戦クリアすると、次そういう話が来るかもっていうのが。なるほどね、いいですね。やっぱ世界、やっぱボクサーとしてはやっぱ世界チャンピオンをね、まず、いやそこですよ、取ってからだもんね、本当にね。そうなんですよ、日本チャンピオンの、まあすごい、日本チャンピオンも相当難しいけども、ぶっちゃけ言うと日本チャンピオン取ってもなかなかね、もう生活ってやっぱ大変だし。そうですね、世界取ってからやっと、でも世界取ってもね、防衛していかなくちゃいけないっていう。何回防衛したんですか。俺は11回。うわぁ。30から最後36歳ですもんね。すごいっすよね。もう近所の小学生たちが、いや本当に小学校1年生の子たちが仲いい、仲いいっていうか俺の近所にいっぱいいて、いつもお兄ちゃんお兄ちゃんって遊んでたんだけど、その子たちが小1の時が俺チャンピオンだって。で、最後負けた時がもうその子たち中1になったから。いやすごいですね、じゃあ6年、7年間6年、3ヶ月そうそう、いや結構長くやったなと思ってね。自分だって、日本の初の防衛戦ですら今結構、その防衛戦の時の気持ちってどういう気持ちなんですかね。もちろん世界ってなったらまた全然違うんですよ。あ、でもね、世界になってからの方が気持ち楽だった。あ、逆に、うん、やっぱ東洋とか、あそういう時の方がもう絶対落とせないから、はい、やっぱ世界ね、取るためには維持しなくちゃいけないから、やっぱずーっと緊張感だよね。あ、逆に世界もう取ったっていうのがまず、もうあとはもうそこからどんくらい勝てるかなとか、そういう楽しみが結構あったから、世界取るまでの方が一番やっぱ試合はすごい。そうっすね、うん、いや本当次初防衛戦なんでね。やっぱ初防衛戦っていうのはなかなかチャレンジャーの方が気合が入ってるから。そうなんですよね、自分もチャレンジャーがもう2回で3回やってるんで、うん、やっぱ初防衛戦となるとやっぱ守りに入っても良くないじゃないですか、はいはい、そうだね、やっぱ世界行くんだったらそこで逆に、そうですよね、もう倒しにかかるぐらいでいかないと。今いいことをいただきました、頑張りますいやでも楽しみですね、本当に世界タイトルぜひやっぱ取ってもらったら、僕も、ね、スパーリングした長田をして
すごく嬉しいし覚えてないですけど。いやそれはねやっぱね当時俺にボコられたって世界チャンピオンだったらもう俺もやっぱちょっとカッコつくじゃないですか。いやいやいや、うん、すごい方ですからね。いやいやいやもう今じゃねいやでも全然体型も維持してるじゃないですか。別に維持はしてないんだよね。あ、そんなやっぱ変わっていかないですか。何もしない、うん、トレーニングを一切しないし、うん、そういう去年のレジェンドとか出た時に3週間だけトレーニングして終わったらまたもう一切何もしないで、で今年また7月源のスパーリングパートナー、あー引退やってくれって言われたからまた3週間トレーニングして、そんくらいですねやるのは。あとは普段はもう全然酒ばっか飲んで朝まで飲んで昼からで現役中は飲まなかったの。現役中も飲んでたけど、はい、でもメリハリつけてみたいな感じ、うん、朝練があるから夜遅くまでやっぱ飲まないし、そんなに大量にも本当にもう次の日も練習休みとかまた試合がまた決まってない時とかそういう時は結構夜たらふく飲んだりしたけども、そこのねオンオフでね、まあそこは大事ですね。ボクサー、うん、やっぱずっとねガチでもう俺はもう現役終わるまではもうこういう質の生活をして酒を飲まずにってやつだから疲れちゃうじゃん。そうなんですよね、うん、やっぱ楽しいことがあるからやっぱ頑張れるってのもあるし、うん、そうですね。お酒は飲むの。お酒は飲みます。あけどやっぱそういうメリハリはつけてって感じですね、うん、平日は基本的に別に飲まないですし、はいはい、週末そういう飲む場があれば飲むかなって、うん、なんか家で晩酌するとかもなく。ボクサーね、結構もう引退するまで本当に毎日が緊張感で、ね、もう試合決まったらまたあ決まったっていう、ね、やっぱ気が引き締まるし、終わっても終わって大体ちょっとね1ヶ月ぐらいしてまた試合の話がちらほら出てくるじゃん。そうするとまたそうなんです、ね、遊んでてもなんかそんなに試合も決まるってなると遊んでても面白くないんで ね、 そうなんですね。試合のことを考えちゃって、いや不思議なもんで試合ずっと決まってないと早く試合してなみたいな感じになるじゃないですか、うん、でいざ試合決まるともうなんか早く終わりねえ試合決まったかみたいな不思議なもんで、そこはねやっぱりボクサーのなかなか大変なところでね、じゃあ次試合終わってまあ予定としては2年以内ぐらいにやりたいなっていう。そうですね、だから今回の防衛戦クリアしてで、まあうまくいけば本当来年にはもしかしたらそういう話もあるかもしれない、うん、世界につながる話があれば、はいはい、もうそのチャンスに食いつくし、うん、もしなければ年明けのチャンピオンカーニバルが佐川、はいはいはい、あ佐川はじゃあやる、でも結構強いでしょ。すごい、まあ負けてますからね。源戦のタイトルとその後に佐川戦がタイトル戦であって、うん、源戦でドローで佐川戦で負けてるんです。だからまあチャンカンでもし佐川とやるとなればまあ仮も返せていいのかなって、うんうんうん、まあそれはね多分面白い見たいですね。それはちょっとその時は佐川君とやった時の試合内容はやっぱりその距離取るタイプで、はいはい、ちょっと独特なボクシングで俺もスパリングやったことあって昔彼が大学生の時に、ああそう右がやっぱ良くてだから対サウスポー得意なんですよね、うんうんうん、佐川ってだからすげえ右が良くてかといって自分から距離詰めるようなボクシングもできなくて、はいはい、なんかなあなあな間合いの距離でやっててあっちの方がちょっと見栄えがいいみたいな感じでポイントをちょっと取られるような感じでなんか負けたみたいな感じで、そっからちょっとスイッチ変えてフィリピン行ったりして、うんうん、なんかガンガン攻めるボクシングじゃないですけど、うん、もちろん間合いも大事だけどやっぱ遠い相手には自分から攻めなきゃなみたいなのは、うん、そこでもう感じて、あまあでもねその前やった時は何年前、それは3年ぐらい前、佐川そうですね3年ぐらい前、あじゃあまたそこからね変わってやっぱり成長してるだろうし、で丸田君は佐川君に勝ってんだよね。そうなんですよ。そうだよね、だちょっとこれ、ね、面白いですよね。そう、三段論法が通じないっていうのがこれなんですよね、うんうん、ボクシング、ね、そうそう意外とね、こう俺が初下に、ね、苦戦す、なんか俺に勝ってるやつが苦戦するとかやっぱあるんだよね。あるんですよ、うん、まあでもそれに本当に勝っていくのがやっぱねチャンピオンだから、やっぱもうメイザーとかだからすごい。いや結局すごいですよね。すごいなんだかんだ言ってもあんだけ負けないんだからだってメイザーってディフェンスすごいのにめったにもらわないのに、たまにもしもらったとしても打たれ強いっていう。あそう倒れない、倒れない。あとメザーすごいってやっぱり一発しかもらえないとしてない、一発もったら二発目はもらわないから、だからやっぱ倒れないよね。何回かありましたもんね、まあ、こうやって聞いたことも、ワイダーにも聞いたし、あとはモズリー
モズリーのが一番効きましたからね。もうなんかフラフラになって、もうでもその後攻撃をもらわないのがやっぱレーザーすごいところ。しっかりそれうまくごまかしてやり抜きますもんね。日本のボクサーは結構一発もらったらその後にまた立て続けにトントントンってもらう選手ね。確かに確かに。無理に打ち返したりとか。冷静にいられないですもんね、日本人っていうか、まあ結構なボクサー。だからレーザーとかで打たれたら絶対もう次はもう即座に動いて、もうクリンチは何でもいいからやっぱすごいやるもんね。だそういうところやっぱやっていかないと、なかなか根性論だけじゃボクシング勝てないけども、じゃあ世界タイトルは誰とやりたい？もうとにかく誰でもいい、誰でもいいよね。今ただ4団体に増えてるんでチャンスがやっぱ増えたんで、うん、そうだね。だからあとはで今こう海外に日本のボクサーが行くような風潮ができてきて、うんうん、内山さんの頃って割と全然なかった、閉鎖的だったから結構国内で防衛、うん、世界チャンピオンは国内で防衛戦をしてみたいなのがあって、うんうん、今って結構海外に出てくのが、この間京内選手もメキシコ行ってとか、そうそうそう、ああいうのが今どんどん出てるんで、ああいう風潮が今できてくると結構海外に行ってっていうのは、そうだね。あの向こうでねやっぱ人気出ると出ればね、やっぱ木村翔もそうだし、そうですね、うん、だから全然そういうのはもう声がかかれば誰でも、うん、どこでも行きたいな。楽しみですね。まあちょっと、ね、今後のね阿部選手の試合を俺ちょっとまたちゃんと必ず見に行くんで、あ、よろしくお願いします、はい、ぜひぜひ頑張って世界チャンピオンぜひなってもらいたいなと思います、はい。まあ、とりあえず今日はとりあえず俺のそのクソみたいなあの白ファイ予想の、ね、謝罪で今日ちょっと来てもらったんで、まあ、俺が行けよって感じでしたね、謝罪って俺が眠けよって感じ、ね、本当に今日はねどうもありがとうございました。ちょっとこの後でちょっと飯食いながらまた、はい、話しましょう。行きましょう。もうね、内山さんに世界チャンピオン期待されたんでなりますんで、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。やっと阿部選手に懺悔する日ができたので、ご飯にね、ちょっとご飯を行きましょうって誘ったんで、今日はどうもありがとうございます。いや、もうね、とりあえずこの間の試合おめでとうございました。ありがとうございます。はい、私もまた反省してまた試合を一から見直そうと思います。ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はね、まあ、阿部レイヤー選手のご飯を食べて、まあ、いろいろ話し合って面白い話ができたし、まあ、ちょっといろいろ載せれない話をいっぱいあったんで、このシーンはね、ちょっと、まあ、小林さんだったら撮れなかったんですけど、いろんな内容は先ほどね、YouTube チャンネルに撮ったんで、それを皆さん見てください。阿部選手、どうも、どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。またぜひお互い試合頑張ってください。はい、応援します。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。